皆さんこんにちは、ベーシストのルービーです。今回は楽器屋さんで試奏するときに使えるフレーズっていうのを2種類ご紹介したいなというふうに思います。試奏するときに、楽器屋の店員さんがチューニングして、で、はいどうぞっていうふうに渡されたときに、どうやって弾いたらいいのっていうふうになる人結構いると思うんですよ。しかもその店員さんがサクッと弾いたやつがめっちゃうまかったりするとめっちゃ弾きづらいですよね。その後に弾かなあかんのみたいな。で、そういうことが結構あるので、今回はそういう時にこういうのを弾いたらいいんじゃないかっていう風な提案なわけです。しかも試奏なんで楽器の特徴とかもちゃんとわからないといけないじゃないですか。店員さんのことばっかり気にして弾いてるんだけど、結局そのベースどうでしたかって言われたら、 あんまり分かってなかったみたいなでは困るわけで、そういうことがないように試奏の時のポイントなんかも一緒にお話できたらなというふうに思います。そんな感じでこのチャンネルではベーシストの方に役立つような動画をたくさん配信してますので、最新動画を見逃さないようにぜひチャンネル登録しておいてください。という感じで、まず一つ目のフレーズから言ってみたいと思います。それはこんなフレーズです。はい、という感じになります。最初はスラップのフレーズをご紹介します。しそうなのにいきなりスラップかよっていう風に思った人もいるかもしれませんが、指弾きのフレーズも後で紹介するので、そちらもお楽しみにしておいてください。しそうなので、このベースは商品なわけですね。自分の所有物ではないので傷つけてはいけないわけです。ただ、ほとんどの人がスラップも結構すると思うんですよね。スラップってかなりもうメジャーな奏法なので、なのでスラップの音を確かめないわけにはいかないと思うんですね。そういう時は店員さんにスラップしてもいいですかっていうふうに聞いたりしてみてください。すると、全然いいですよっていうふうに言ってくださる時もあるし、ちょっと待ってくださいねって言って、ここにですね、なんかプラスチックのカードみたいなのをテープで貼ったりしてくれます。するとこうやってやっても傷がつかないというふうな形になるわけですね。ガードがあってもなくても、あんまりバチバチやるというよりも、丁寧に、ちゃんと音が分かるような感じで丁寧にやるのがいいかなというふうに思います。という前置きをしてからこのフレーズに入っていくわけなんですが、まずこのフレーズの弾き方をお話しして、そしてその後にこのフレーズのですね、ポイントというか意図、この2つをご紹介できればなというふうに思うんですが、まず弾き方なんですけれども、ここはもう分かってる人は飛ばしてもらってもいいんですが、まずは4弦の3フレットからスタートです。サンピングで入って、オクターブの2弦の5フレットをプルします。そしてゴーストで2弦を弾くわけですね。こういう感じですね。ゴーストっていうのはこうやって、実音を出すんじゃなくて、こういう風にパツパツっていう音程のない音を出すんですけれども、左手でですね、弦を押さえるんじゃなくて、軽く置くだけ。で、こういう風に音程のない音を出すのが、ゴーストの音なわけなんですね。それを使って、こういう風にゴーストを弾くわけですね。そしてまた4弦に戻ってきて、1弦をサンピング。そしてもう一回1弦をサンピングして、ハンマリングで3フレットに行くということですね。こういう感じです。ハンマリングというのは右手で弾かずに左手で弦を叩きつけたり押さえつけたりして、ハンマーのように弾くっていうのがハンマリングなんですが、1フレットをサーフィングしたら右手は何もせないでこういう風に弾くわけですね。こういう風に右手は何もせずに叩きつけて音を出します。こういう感じですね。ここまで来ると、一段落というか、もう終わりですね。ちょっとやってみると。こういう感じですね。そして、その後にももう一回4弦の3フレットと2弦の5フレットで、やって終わりですね。こ
ういう感じなわけです。これでこのフレーズが終わりで、まあ、次のフレーズあるんですけれども、次は、まあ、タブ譜見てもらったらわかるんですけど、今の動きを全部弦を一つ下げただけです。で、まあ、4に戻ってずっとやるみたいな感じですね。この、まあ、4弦と2弦でやるのと3弦と1弦でやるのをずっと繰り返していくっていうのがこのフレーズになります。もう一回ちょっと弾いてみると、みたいな感じですね。で、これが弾き方で、次このフレーズの意図なんですけど、これの意図は何かっていうと、要は同じフレーズをずーっと繰り返せるようになってるんですね。一つ目の意図が。要は、ここまで来たら戻ったらいいんですね。っていう風に4弦でやるバージョンと3弦でやるバージョンをずーっと繰り返し続けることで、ずーっと繰り返して弾くんですね。それをすることによって弾き心地だったりスラップの音だったりをちゃんとわかるようになるっていう風なフレーズになってるんですね。はい。そして、まあ、かつ1弦から4弦まで全部まんべんなく弾けるわけなんですね。それでいて全然難しいわけでもないという感じで、今回はこのフレーズを考えてみました。特に最初のフレーズがずっと繰り返せるっていうポイントは結構有用で、まあフレーズが尽きないのでずっと弾いてられます。で、まあ曲みたいに使えるんで結構実践的かなというふうに思います。で、ただこのフレーズの1個欠点があるとしたら、このもう1フレットから3フレットまででほぼ完結しているので、こっちの方の音がわからんという時はどうするかっていうと、まあこういうふうにタブ譜で出したんですが、全部オクターブ上げるっていうことができます。ちょっと弾いてみると、オクターブ上げて弾くことによってこっち側の音も分かるという風なフレーズになってます。これが一つ目のフレーズでした。そして次、二つ目のフレーズなんですけれども、今度は指弾きのフレーズになります。どんなんかっていうと、みたいなフレーズになります。このフレーズはもしかしたら聞いたことがあるかもしれないなと思います。このフレーズって結構ブルースとかやる場合は結構定番だったりするんですよ。なんで、まあ教養として学ぶっていう風な意図もあって、結構みんな弾けるフレーズなんで、まあ教養としてこれ知っとくのもいいんじゃないかなと思って今回選んでみました。弾き方とポイントをお話ししていくんですが、まずは4弦の3フレット、これを中指で押さえます。そして、まあ、人差し指あると思うんで、これで3弦の2フレット押さえます。3弦の5フレットを小指で、2弦の2フレットを人差し指、そして中指で3フレット、ここまでやってみるとこんな感じですね。ここまで来ればなんか半分終わったようなもので、こっから戻っていくだけなんですよ。こうです。登ってきた通りに戻っていくだけで、またっていうのをずっと繰り返してるだけです。もうこれで終わったようなものです。次はさっきと同じで全部弦を下に下げます。特に特別な奏法とかもなくて、1音ずつただ弾いてるだけっていう感じです。もう一回弾いてみると、
まあこれのコツなんですけれども、音を基本的にずっと途切れないように弾くっていうのが結構重要かと思います。なんかフレットが結構離れてるんで大変かと思うんですが、4本の左手の指がちゃんと使えないとこのフレーズの良い部分が出てきません。基本的にはずっともうベターっと伸ばして弾いて、こっから次ここに行くまで音切らない、でこっからここに行くまで音切らない、こっからここもこっからここも基本的には音を切らないっていう状態でずっとやっていきます。で切らずにやっていくことによってたまにブツッと切った時にいいエッセンスになるんですよね。まあみたいな感じですね。たまにちょっとプツって切ったりするといいエッセンスになったりします。まあブツブツ切れてると結構微妙です。まあこんな感じですね。結構微妙だと思うんで、まあ4本の指がしっかりしないと弾きづらいんですが、その練習も兼ねて、あと教養も兼ねて、思想もできて、ずっと繰り返していけて、でまたオクターブ上がってもできるんですね。これもう一石三鳥四鳥のフレーズなんで、ぜひ練習してみてください。でまあ最後にもう一つ、まあおまけというか、フレーズというかご紹介したいんですよ。それはこういう風なフレーズを弾いてて、すると、まあ、この商品であるベースを見て、あ、いいな、欲しいなって思う場合もあるし、いや、まあ、ちょっと違ったなっていう場合もあると思うんですね。で、その中でも、あれ、結構欲しいと。しかも値段とかそういうの見ても、もう結構今すぐ買いたいなぐらいになった時あるじゃないですか。そういう時にどうするかっていうと、クロマチックをやっておくとすごくいいと思います。クロマチックって、まあこういうやつなんですけど、1個の弦をやってみるっていうのでもいいです。なんか人差し指だけでもいいんで、まあこうですね。でこれは何をしてるかっていうと、どこかのフレットだけいきなり音が大きくなったり、どこかだけいきなり小さかったり音がビビったりするっていうのを見抜いてるんですね。これをすることで確かめていってるわけです。4弦だけめっちゃでかい音するとか、で1弦2弦だけ小さいとか、そういうこともありえます。フレットごとのばらつき、弦ごとのばらつきがないようにこうやって探してみるっていうのもすごくいいと思います。で万が一なんかあったら楽器屋さん店員さんに言って、ここちょっとこうなんですけどちょっと直してくれますかって言ったら、直してくれる時もあるし直してくれない時もあります。まあ直してくれる時は普通に直してくれますし、まあ直してくれないと言えば直せない場合ですね。なんかもう特殊な機材が行って楽器屋にそれがないとか、もう専門のリペアショップに行かなあかんとか、まあそういう風なことになるわけです。そういうの分かった上で買うのがいいかなという風に思います。まあ、その他にも、まあ買う時に注意するべきポイントみたいなのはたくさんあるんですが、まあ、今回はフレーズがメインの紹介なので、こういう感じで進めてきました。まあという感じで2つフレーズご紹介したんですが、いかがだったでしょうか。まあ、冒頭でですね、楽器屋の店員さんが、まあ、上手くて、なんか、何弾いていいかわからなくなるみたいな話ちょっとしましたけど、まあ、基本的に楽器屋の思想でのポイントは、このベースがどんなベースなのかっていうことを知ることなので、周りの目ばっか気にしてても仕方ないところあります。ベースにすごく集中するのが王道かなと。まあ、全然自信が持てなくて、まあ、店員さんはどう思ってるんだろうかとか、周りにもっと上手い人いたらどうしようとか、そういうのはまああると思うんですけど、まあでもそれは正直まあいいです。やってれば慣れると思うんで、で別に誰かに迷惑をかけてるわけでもないので。ただまああまり良くないのがですね、自分に自信を逆に持ってて、周りに俺がすごいとこを見せてやるぜみたいなもので、まあ、みたいな、ちょっと適当に弾いてますけど、まあ、みたいなことをやるとか、まあ、大きい音で弾きまくるとか、そういうことをすると、まあ、店員さんもそれこそ嫌がると思います。なので、まあね、自分自信があってもなくても、この持ってるベースとね、向き合うというところにしてくれたらいいなというふうに思ってますと。そんな感じで今回の動画は以上にしたいと思います。ここまで見てくださってありがとうございます。こういうふうに、まあ、ベースの方に役立つような動画たくさん作ってますので、ぜひ最新動画見逃さないようにチャンネル登録しておいてください。という感じで今回の動画は以上です。ありがとうございました。